どうも皆さん、はじめまして、ストラララです。気軽にストラって呼んでください。普段はバス釣りの動画を投稿しているバス釣り YouTuber みたいなことをやっております。4月からまたいろいろやっていきますけども、まあその辺の話は置いといて、で今回はですね、商品レビューみたいな感じでやっていこうと思うんですけど、何を今回ご紹介するかというと、こちらでございます。ででーん、ゴメエクサスのハンドル。以前の動画でちょっとね、先出ししちゃいましたけど、いわゆる案件みたいなもんで、案件じゃないってやつね。まあどういうことかっていうと、今ゴメエクサスの公式でバス釣り YouTuber のレビュー動画のコンテストをしてるらしいんですよ。23から27やったかな、忘れたけど期間は。そのコンテスト用です。まあ、僕はそれ後から知ったんですけどね、あ、そういうことであればちょっと参加させていただきましょうということで、今回ね提供していただきました、これ提供ね、していただきましたハンドルを使ったレビューみたいなをしていこうかなと思っております。見てくださいよ、これ製品なのかな。わかんないけど、製品であるのかちょっとわかんないんだけど、これちょっと今から開けていきましょう。もう一回開けちゃってるんだけどね。でこれハンドル本体が入って、中蓋のここにね、あのナットとかそういうのが入っております。でナットも右ハンドル用、左ハンドル用とありますので、ハンドルの向きに関しては両方共通ということで、使えると思います。で今回はこのハンドルですね。えげつねえ色をしておりますね。ピンク、絶対僕だったら選ばないだろうなっていう、普通に黒とかそういった色にしようかなと思ったんだけど、どうせ提供していただくんならなんか派手な方がいいだろうと思ってピンクにしました。やっぱ黒だった方が良かったかなってちょっと後悔してますが、まあこれはあれですね、女子受けとか狙える感じじゃないですか、知らんけど。アルミハンドル、アルミフレームの100ミリハンドル、50-50 の100ミリハンドルだったはずです。でこのなんか特徴的などっかで見たことのあるようなハンドルがついてる、まあいわゆるパワーハンドルみたいな感じでしょうというスタンスのハンドルでございます。でそもそもゴメクサスのハンドルっていうのは、実は去年の秋ぐらいに普通に自分で買って使ってるんですよね。まあ動画の中で特別それに触れてるわけじゃないので、もしかしたら皆さん気づいてないかもしれないけど、まあ気づいてる人もいるかもしれないけど、まあ実際使ってたんですよ、ゴメクサスのハンドルって。昔っていうか前からね。でなんかそれに関してのレビューもしてほしいみたいなのがちょっとあったんだけど、結局してなかったね。でそっちの方は、自分で買ってた方はカーボンフレーム、カーボンの素材でもうちょっと短いハンドルだったんだけど、まあ何かしら不満があったかっつったら別にないんよね、正直何もないんよ。で今回これ提供させていただいたものなんですけど、さらにブラッシュアップされております。何がっていうと、僕が買ったやつはここね、ハンドルのノブの蓋、これめちゃくちゃ外れるようになったんだけど、マジであれもうなんか使ってたら緩んで外れるみたいなのになってたんだけど、今回提供していただいたこれは、多分提供していただいたってことは他のやつも似たような感じになってんじゃないかなと思うんだけど、こういう付属品のね、なんか レンチ LG レンチみたいな、これで緩める、こんな風にグイってようになってるんで、割としっかりこういう風に蓋がはめられるようになっております。ここはもう素晴らしい改善点です。ゴメクサスハンドルで一番この野郎って思ったのはこの蓋なんだけど、使ってったらマジで緩む、で締めづらいし、それがこのナットで締められるようになったので素晴らしいですね。そういう不満とはおさらばでございますっていうのと、まあこのハンドルノブね、ダブルフィンガーハンドルノブみたいなやつですね。もともと自分がジッピで買ったやつっていうのは、純正のハンドルって結局つまむようにして、こんな感じでね、つまむようにして持つのが前提で考えられてるノブなんで、ゴリ巻きできないんですよ。もともとそのゴメクサスの、まあ、似たようなハンドルね、こういうハンドルを買った理由としては、フロック用のリール、まあバンタムなんだけど、バンタム MGL なんだけど、それに使うリールのハンドルが純正だと巻けない、こうビッビッってこうつまんで巻くっていうのは非常にしんどかったんですよね、力入んないし。でなんかこう握れるやつないっていうことでそれ買ったんですよ、ゴメクサスのカーボンハンドルのね。何の不満もなかった。ゴリゴリってできるようになったんで、うわもういいじゃんこれって思ったんですけど、これもそれ、繊細な巻きをするためにはつまわなきゃいけないんで、つまんだ状態で巻いた時の巻きやすさはどうなのかなっていう感じはしますけど、ゴッと握った状態のゴリ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 ってまさにウィンチですよね。こうウィンチ状態で巻く時はもうこのハンドルノブ役に立つと思います。そんな感じで、まあまあまあ見た目のコンプライアンス的なのはどうなのかっていうのも置いときましょう今回はね。分かってます。ゴメクサスハンドルのいいところ
ていうのはもうみんなが知ってるのは安いってことです。多分一番高いゴメクサスのハンドルでも6000円ぐらいじゃない、多分ね、確かもっと安いのもあるし、でこいつがいくらかはちょっと知らんけど多分6000円ぐらいじゃないかなと思います。でもこういうカスタムハンドルって高いやつって2万3万するじゃんノブ1これだけで6000円みたいな、いやいやいやみたいなハンドルで1個合わせたら2万円とか3万円とかするじゃないですか。3万あったら俺だったらもうメタニウム買うわみたいないう人もいるでしょ。でもちょっとハンドル純正よりもこういうのちょっと欲しいなみたいな、でもちょっと2万出せねえよハンドルみたいな人いるでしょいると思うんですよ。そういう人にじゃあまずはゴメクサスどうですか、6000円ですよ、まあ、6000円も安いかどうかは怪しいところだけど、ハンドルとしては安い、絶対安い。だって他のなんかちょっと高いやつなんかこれだけで6000円だからね、ワンセットで6000円なんで非常にお買い得かもしれません。だからもっとハンドルの長が長いやつとか、こういうつまむんじゃなくてこう握り込めるハンドルのやつ欲しいみたいな、でもちょっと3万も出せない2万も出せないっていう人、お試しにこれをゴメクサスのハンドルを使ってみるのもありなんじゃないでしょうか。そっから例えば他のリールもこれにしたいなとか、もしくはもっといいハンドル使ってみたいなとか、そういうステップアップはおのおのやっていただければいいと思うんですよ。つまりこのゴメクサスハンドルはハンドルのチューンアップをする最初の一歩にすごくいいんじゃないかなと思います。僕もそれで入ってる口ですからね。そんな感じ。まあもちろんね、2万と6000と比べたら、例えばこのなんかこの辺の処理がなんかとか、あとこの回る時のノイズ感とかっていうのはあるよあるけど、そこが値段差だと思う。だからカルコンと SLX DC を比べてみたいな、でその SLX はカルコンに匹敵する巻き心地だぜとかって、もう快適なキャストフィールだぜとかいうやついないでしょ。でも SLX を選ぶ人もいるわけじゃないですか。その理由はもう分かりますよね。それと同じだと思っていただければいいかなと思います。もちろんずっと SLX を使っていただいてもいいし、そこからステップアップでカルコン使っていただいてもいいというのと同じだと思います。そんな感じで、まあ、もしかしたらねリールっていうのは買ってそのまま箱出してそのまま使ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思います。それは正義です。それはそれで正義だと思います。しかしちょっとこうね、パーツを変えたいとかいう気持ちがあるのであれば、その最初の一歩にゴメクサスおすすめだと思います。そんなに値段高くないしね。で、特別な純正じゃないパーツをつけることによってそのリールに対する愛着も湧くかもしれないし、まあそんな感じで、で使用感も良くなるかもしれないし、ちゃんと用途を理解して使わないといけないけどね。しかもハンドル、リールのハンドルの交換って多分カスタムパーツの中ではかなり簡単な方です。ちょっとこうナットを取って純正のハンドル外してこれつけて締めるだけだからすげえ簡単だと思います。こんな感じ。クラッチとかベアリングとか、ああいうのはちょっと難しいけどね、まあ、スプールほどじゃないけど、まあそれぐらい簡単な部類に入る、でもすごい直接手で触れる部分だから使用感が大きく変わるパーツだと思います。そんな感じなので、皆さんも興味がございましたら、まあ、使ってみるのもいいんじゃないでしょうか。まあ、この動画を見て興味を持ってくれたよっていう方はもちろん、今までちょっと興味あるんだけど買うの渋ってたみたいな人もいらっしゃると思います。お試しに使ってみても全然よろしいと思いますよ。不満が出たことも僕ないんでその辺に関しては結構ズボラなんかもしれないけどね。スプールとかに比べたらそんなにきっちりしたものである必要あるかみたいなのは俺の中であるんで、まあ、なんでね、お試し一つ買ってみてつけてみていただけるとわかるかなと思います。その価値。よっ、ほい。うわ、降ってきた。困る困る。あ、食った。ほら、食いましたよ。ほら、よっしゃ、ほらほら、よっしゃ、確定情報。あー、こういうパターンか。素晴らしい。ましたか。そして、今回の立役者、ゴメクサスのハンドルです。ピンクのハンドル、なんでピンクにしたんでしょうね、わかりません。いやー、このね、ちょっと 100mm 系のロングハンドルとこの持ちやすいノブでゴリ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 っていうね、 XG でもゴリ巻き可能になるこのハンドルね、まあもちろんね2万円3万円するような、ハンドルに比べたら
いろんなところがもしかしたらチャチいかもしれないけれども、まあちょっとお試しでハンドル変えることでどんぐらい使用感が変わるのかっていうのをね、体験するにはいいんじゃないでしょうか。よし、はい、やりました。